こんばんは、ジュリです。こんばんは。またキャンプに来てます。もうただいま夜11時半ぐらいかな。ある程度燃やさったから、もうすごくお腹空いてるので、もうこの時間からですけどガンガン食べていきたいと思います。よし、今からご飯作ります。よいしょ。今日はね、何作ろうかな。燃えない？これでも火ついてんだよ。じゃあ、あれが燃えてる。今回はですね、薪じゃなくってペレットという猫砂になるんですけど、それで焚き火をしようかなって持ってきたんですけど、なんかうまいこと言ってないみたい。まあ初めての試みで。よし、ガス完成。んで、え、ピアットがない。焼肉屋だけやから、こっちじゃいらんわ。刺す？ああ、うん、このまま置いとくわ。ここはですね、川のせせらぎが心地よく聞こえるんですけど、こういう風に動画を撮るときはこの川の音がマイクに入ってしまって、私の声が川の音で消されてしまうので、こういう時はピンマイクを使ってます。これをつけると川の音に消されることなく声が届いてると思います。で、カメラとの距離が結構あるので、延長コードも使って伸ばしてる状態です。これ延長コードです。へー、それいいね。私のリュックにさ、マグカップのご飯入ってるやつがあるね。取ってもらってよろしいでしょうか。後ろの席。もう動かない。あ、ありがとう。あ、2個あるね。あ、でもいいか。そんなに私ご飯いらない。もうご飯はね、もう仕事終わって家に帰ってすぐに炊飯器で炊いて、こんな風に保温のマグカップに入れて持ってきました。なのでまだ熱々です。今日は焼肉。ちょっとね、サムギョプサル風にサンチを買って、あとキムチとナムルは今日は家で作ってきました。もやしのナムルです。うわー、すごい。おお、すごい、なんかおしゃれ。おしゃれではない。え、おしゃれじゃない。さあ、時間も時間やし食べましょう。カニ油が多いですから。そうやね。おお、温まっております。いい音しておりますよ。いいじゃん、美味しそう。なんかちょっとおしゃれに撮ろうとして。うん、ありがとう。じゃあ、いただきますよ。どうぞ。絶対美味しいやん。なあ。うん。やば。やばい？うん。美味しいやつ？あ、美味しすぎる。サンチュで。で、キムチとナムル。めっちゃ美味しいわ。ちょっとサムギョプサル風に。それいいやん。いいでしょ。ではいただきます。うん、
ほんとおいしい。おいしいやろ。おいしすぎる。うまい。なんか究極にうまいんやけど。やばせえ。ね、いっぱい食べれるわ。こんな時間やけど。あ、いただきます。はい。こっちはカルビ。あ、カルビこれ。エリンギはいい？はい、1個だけ。2個食べて。本当にパッて、こんな遅くに来てパッて焚き火できるのはありがたいね。うん。ペレットのおかげ。さあ、じゃあゆっくり食べて、あとは寝たいと思います。はい、ご飯も食べて大満足。もうテントの中にね、入ってきました。一時回ってしまって、だいぶ眠たいんですけど、もうこのまま寝たいと思います。はい、ということで、皆さん、おやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいま8時前になります。心地よく朝が迎えられました。ちょっとテント場からお手洗いが少し遠いので、散歩がてら歩いております。今日は特にゆっくりして帰りにアウトドアショップに寄って帰りたいなって話してたんで、お昼ご飯食べてちょっとゆっくりしてから帰りたいと思います。ここはね、燃やすものがいっぱい、薪がたくさんあるので、でおじちゃんからね薪が買えるので、もう特に持ってこなくっても大丈夫ですね。まあ、今日はなんせうちはペレットを使って焚き火をしてるんですよね。ヒロさん、おはようございます。おはようございます。なんて、斉藤さん夫婦。山ヒロです。山ヒロです。何してるんですか？135mm っていうレンズを駆使して、かっこいい写真を撮ろうとしております。どんな写真？動画撮ってんの？動画撮ってんの？写真？写真を撮ろうとして、あ、撮ろうとしてるとこね、はい、さあ、始まりました。クッキングタイム。クッキングタイムです。そんな大したものは作れませんが、茹でることができる。そう、私には茹でるという技術があります。はい、今日もですね、すべて立たずに動かずに物が撮れる位置にあります。これがね、すごく楽ですよ。このもう立たずに、あの家のこたつと一緒ですね。こたつに入ったら動きたくなくなるので、リモコンとかね、飲み物とかティッシュとかね、すべて周りに置いて、これがだらしないくうたらさんです。今日はですね、パスタ。パスタ、パスタです。これこれ、これは山広さんの妹にいただいた、トリュフ入りペペロンチーノソースです。これなんかね、パスタとあえて食べたら美味しいよって。すごいニンニク。あ、そう。そう、なのでこれを使って今日はトリュフ入りペペロンチーノを作りたいと思います。まず塩、うん、ちゃんとすごい塩を適量に持ってきた。ちゃんと持ってきてますよ。すごいですね。うん、うん、なんか手を引いてできたからテント乾くな。そうやんな、この場所すごく暑いんやけど。いや、ちょっとこっちは逆に寒い。そうやろ、そっち日陰やもんな。カチッ。
ああ大丈夫。ちょっと同じことした。これとなんこんななんで。熱。あの皆さんこれ絶対触ったらダメですよ。やけどするよ。もう水ぶくれなってる。少ないかな。もう上手になりましたね。そんな風に広げれる技を持ってた。そうだよ。これはオリーブオイル大さじ1杯に対して、小さじ4杯を入れて合わせてパスタを合わせるともう出来上がり。めっちゃ楽。ゆきちゃんナイスチョイスやね。大量の蜂が蜂やだ、アブ。アブは殺した。お前アブって歩くんの。刺さないでよ。虫がいっぱいになってきたね。ああずっとアブがここおるやろ。座っております。ユズかと思ったもん。ユズみたい。ユズみたい。ほらまた来た。はい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 。じゃあ蜂だよこれ。蜂うん。これごと入れていい。うん。おお。はい、あとは混ぜるだけ。はい、トリュフ入りペペロンチーノ完成です。超簡単、美味しそう。いただきます。うん、いける。うん、いけるって私作ったみたいやけど。うん、うまい。めっちゃ美味しい。うん、これはあれやな、休み前しか絶対食べれんやつやな。すごい。ニンニクね。ニンニクパンチすごい。うん、これめっちゃ美味しいやん。これいいか。うん。でも、多分、ゆきちゃん適当に買ってきただけ。選び抜いたわけじゃないような気がすると思う。また買ってきてもらおう。ちょっと足りんぐらいや。餃子持ってきてんけどね。あ、そうなそうなんて持ってきてきてん。いいか。じゃあ、いただきます。はい、いただきまーす。熱、汗かいてきた。食べ終わったらさ、テント内で寝ようと思ったけど、寝れる暑さなんかなんで。ああ、確かに。もう完全に日向になっちゃった。うん、もう蜂がムカつく。うわ、なんかあの八ヶ岳のキャンプ場いいって言ってたよ。八ヶ岳の近くにあるってこと？そうそうそう。気になるってそこ。こちらはいただいた蚊取り線香置き、蚊取り線香を入れるものです。私たちいつもあの蚊取り線香の箱についてるやつとかで適当にそんなおしゃれな感じにやってなかったんですけど、こんなにおしゃれなものいただきました。これはそうそうこんな感じ。もうだいぶなくなったね。このね、熱くないかな、ポチってあるやつがなんかこうやって置いてたらここで勝手に消えるみたいです。でもうこれ蓋をしててもここにね隙間があるのでしっかり煙が出て顔寄せつけなくしてくれてます。これめっちゃありがたい。いただきました。嬉しい。今回新調したのがこちらのペグになります。このペグは以前にコラボさせていただいた YouTuber の斉藤さん夫婦のネットショップで売っているペグになります。斉藤さんご夫婦はネットショップをされていて、そこではすごい可愛い雑貨とか、まあ、YouTube 見ていただくと今ちょうどお家を引っ越されて、そこのねお家の中のその家具とか雑貨とかをそのネットショップで売っているみたいなんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、あのそのうちの一つにこのペグも売ってて、アウトドアで使えるような雑貨とかも結構ね売っているので、
斉藤さんご夫婦の YouTube と、ネットのサイトを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにこのペグ色ゴールドです。可愛くないですか。私たちの持ってるテントに青色を探したところ、こちらが一番使いやすいかなと思ってこちらを選ばさせていただきました。ぜひ見てくださいね。斉藤さん見てますか。またお家にもお邪魔させていただきます。じゃあねー。はい、本日のご視聴ありがとうございました。ここでキャンプを終わりたいと思います。今が10時半になるんですけど、今からアウトドアショップに行って寄り道して帰りたいと思います。明日もお仕事お休みなのでゆっくりできるかな。ちょっとねテントの中がもう暑すぎてもうテントの中折れなかったのでもう帰ろうかな。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。